しおりを折ります。まず半分に切った紙を用意します。こちらを半分に折ります。もう一度半分に折ります。開きます。こちらの角を折り目に向かって三角に折ります。こちらの三角のこちらの色の境目から後ろ側に折ります。裏返します。こちらの辺を真ん中の辺に合わせております。こちらの三角の部分を戻します。反対側も折ります。こちらの折り目で後ろ側に折ります。こちらの折り目で折りながら袋を開いてこちらを広げます。同じように折ります。裏返します。こちらの角を後ろ側に折ります。こちらで完成です。